訓練もいよいよ大詰めに近づいた。今日は下向き開花の練習、ついてこいとばかりに田代隊長が編隊を上昇させ、撮影機で後を追ってみよう。編隊はまず 4G をかけて機体をプルアップさせる。高度 1500m で背面に入る。気球に向けて真っ逆さまに落ちながら編隊長のブレイクレディーナウのコールをじっと待つ。一気にバックプレッシャーを抜いて花を開く。地上スレスレで機首を持ち上げる。最後のショーに向けて新しい演技の練習に入った。ソロを2機使ったカリプソという艦。2機の高度差はわずかに1m。ソロ機同士の呼吸の合わせ方が難しい。間違うんだったら前に近いと出た形に着くと。ソロ2番手の松林1位と柴原1位が納得の行くまで語り合う。あんま上がるともうそう隙間がせっかくついとっても離れちゃう。ソロ同士がフルスピードで交差するナイフエッジも取り入れた。最後の日まであと4日。打ち合わせも熱を帯びてきた。新しく取り入れた演技には危険な点はないか。科目が増えれば演技時間が延びる。燃料は持つだろうか。ソロの6番機を加えた新機軸デルタ型編隊の大宙返り。さすがに迫力がある。ある日、ある時、ある人が突然大空に絵を描いてみたくなり、矢も盾もたまらず飛び立った。上には空、下には海。宙返りをしてみたら上には海、下には空。これを見て考えた。人は大空を手に入れようとして飛行機を作ったのだろうか。海を征服しようとして船を作ったのだろうか。人は時としてとてつもないものを作り、とてつもないことを始める。バカバカしいほどに単純な動機から、またある時にはあっけらかんとした理由から、そして必ず壁にぶつかる。悩む、焦る、つまずく。するとある日、壁を突き抜けていたことに気づく。そしてまた何かを始める。情熱というやつだろうか。とすれば人間の情熱には限りがない。情熱がある限り人間が挑戦し破れ、立ち上がり進むだろう。ひねる、回る、逆さになる。8の字を書く、円を描く、花を咲かす。あくまでも華麗に、あくまでも正確に。
ただ一つのミスも許されない。それがいかに困難なことか、どんなに苦しいことかは飛ぶ者だけが知っている。それでも飛ぶ。難しいから挑戦する。苦しいから耐える。パルスを支えてきたものは一人一人のそうした自分との戦いだった。たとえチームは解散しても、その心だけはいつまでも残したい。最後まで戦う。最後まで技を磨く。明日、ブルーインパルスは解散する。この日、ブルーインパルスの解散を惜しんで会場に集まった観客10万人。祭りのようなにぎやかさの中で、みんなブルーインパルスが姿を現すのを待っている。もうすぐだ。もうすぐブルーインパルスが上空へ姿を現す。最後の妙技をフィルムに収めようとカメラを構える者、自分の目に焼き付けようと目を凝らす者、5匹のカラースモークだ。速い。一段と速く見える。ダイヤモンドロール。磨きに磨いたひねり技。柴原一位のフォーポイントロールもこれが見納めである。田代隊長のコールで電気一斉に上昇する。体を締め付ける G に耐えながら、その日の見せ場、9番ゲート8の字飛行である。太陽が目の前に迫る。まぶしい。 G がかかる。まぶたが重い。目を閉じるな。
東京の青空に最後の八の字を心を込めて描く。地上の観客の歓声も拍手も空の上までは届かない。最後に向けての訓練は確かにきつかった。時々何もここまでやらなくても俺たちの演技は完璧だという思いもあった。だがやはり何度飛んでみてもこれでいいという満足感はない。完璧な演技というものは難しい。今日は完璧に飛んでいるだろうか。いや、つまらないことを考えるな。無心に飛ぼう。3つ続く。地方に散った各市は一斉に編隊長のもとへ集合。五番機も合流。さあ、ブルーインパルスとしての最後の、本当に最後の隊列が整った。全機一斉に並ぶ。最後のローリングコンバットピッチだ。航空自衛隊第一航空団戦技研究班、コールサインブルーインパルス。22年にわたりその見事なまでに完成された演技で多くの人々を魅了してきた彼らは今大空の中でさようならを告げた。